残念ながらショートヘアには似合う似合わないの種類があります。チェキチェキこんにちは、表参道ヘアアーティストあやまるです。今回は似合う似合わないのショートカットについて紹介していきます。ショートヘアってインスタとかでよく見かけるし、すっごい可愛い、やってみたい、でも似合う似合わないがありそうで、なかなかショートにするのはちょっと勇気がいるなって方も多いんじゃないですか。もちろんどんなショートカットにしても可愛いんですが、私がいろんな方のカットをしてきた中で、美容師目線でいくとやっぱりこういう方はこういうカットはあんまりおすすめできないなとか、こうした方がいいなっていうのはあります。なので今回は骨格診断別に似合わない可能性があるショートカットを紹介していきます。髪型で雰囲気を変えたくてイメチェンしたいっていう方や、今ショートカットなんだけどこれって実際似合ってるのかなと気になる方、最後まで必見です。それでは説明していきます。まずは骨格診断別にどのようなショートヘアがその骨格タイプに合わないのか、逆にどんなショートヘアが似合うのかというところを説明していきます。骨格診断についてはこちらの動画で詳しく説明しているので、こちらの動画もぜひ参考にしてみてください。まずは骨格ストレートタイプの方ですね。ストレートタイプさんは体に厚みがあり、見た目にも筋肉の張りがあるような体型の方で、特に上半身は骨感があまりなく、首がやや短めで重心が下にあるのが特徴です。ショートヘアは首周りをすっきり見せてくれる効果があるので、基本的には骨格ストレートさんにはショートヘアはおすすめの髪型と言えます。なんですけど、骨格ストレートさんにも注意してほしいショートヘアがあります。骨格ストレートタイプさんで NG なショートヘアはエアリーでふんわり感のあるショートヘアです。お肌にハリがあってメリハリのある骨格ストレートさんがふんわりとしたショートヘアを作ってしまうと、ボディと合わずにパサッと見えてしまったり、少しだらしなく見えてしまう可能性があります。また A ラインのボブのような髪型も短く見えてしまう首周りをさらに強調させてしまうので、これも NG です。逆に骨格ストレートさんにおすすめのショートヘアはというと、前髪なしの直線的なショートヘアですね。縦のラインが強調されてスタイルアップした雰囲気を作ることができます。直線的でクールなイメージになるので、特に目が切れ長の方だったり、クールなお顔立ちの方にとってもおすすめです。また丸みがある前下がりショートも骨格ストレートさんには向いています。丸みはあるけど横はスッキリしてて、広がりすぎずにスッキリと見せることができます。特にクリッとした目の方やお顔立ちが甘めの方におすすめです。ぜひ参考にしてみてください。はい、では次に骨格ウェーブタイプさんの NG ショートヘアです。骨格ウェーブタイプさんは上半身の厚みがなく華奢な体型が特徴です。脂肪がつきやすく、肌は滑らかで柔らかい質感で、女性らしい印象を受けるタイプと言われています。そんなデコルテ周りが寂しく見えがちな骨格ウェーブタイプさんは、実はショートヘアが苦手と言われがちです。特にくびれショートだったり、顔周りにたくさんレイヤーが入っていたりとか、首元がキュッとなりすぎているショートヘアだと、骨格ウェーブさんの華奢な上半身を強調させてしまうので、これも NG です。ただ骨格ウェーブさんにも似合うショートヘアはあって、首が細くて長い骨格ウェーブさんは空気を含んだようなエアリーなショートであればすごく似合うんじゃないかなと思います。骨格ウェーブさんならではのソフトな印象とエアリーなショートヘアが合わさると、上半身のバランスがすごくよく見えます。またふんわりとした前下がりショートはフェイスラインをカバーしてくれて、小顔効果も演出できます。特にベージュカラーのような柔らかい感じの髪色だと、同じショートヘアでも軽さが出て、骨格ウェーブさんが持つ柔らかさに馴染んでくれます。スタイリングはオイリーでペタッとした質感よりもワックスやバームを揉み込んでふわっとさせたスタイルがおすすめです。はい、では次に骨格ナチュラルタイプさんのショートヘアについて紹介していきます。骨格ナチュラルタイプさんは肉感を感じさせない骨がしっかりして見えるのが特徴で、特に肩や鎖骨、肩甲骨は大きくてしっかりしているように見えるタイプです。そんな骨格ナチュラルさんは骨格をカバーするためにも、髪型は束感があって無造作で動きのあるラフな髪型が向いています。なので NG なショートヘアとしては、ウエットな感じでペタッとしたもうタイトなショートヘアですね。首から上が寂しく見えてしまったり、肩周りのボリュームが増して見えてしまうので、ボリュームのないショートヘアには注意が必要です。逆に似合うショートヘアとしては、ラフで束感のあるショートボブですね。ショートボブは段をたくさん入れたりとか、束感をすごくたくさん出すとボーイッシュになりがちなので、
まあ、もちろんスタイリッシュに見せたかったりカジュアルな感じに見せたい方には問題ないんですが、女性らしく見せたい方はあんまり段を入れすぎないだったりとか、毛先のこの先細さをちょっと抑えて丸みを残したりとか、ハイライトを入れてみて明るさを出しつつ柔らかさを出してみたり、華やかさをプラスしてあげるとすごくいいかなと思います。また根元を立ち上げた大人な束感ショートもおすすめです。カラーは暗めや透け感のあるカラーがおすすめで、束感をしっかり出すことによってフレームのある骨格にマッチする色っぽいショートにすることができます。はい、皆さんいかがでしたか？今回は骨格診断のタイプ別にストレート、ウェーブ、ナチュラルとそれぞれの似合いにくいショート、そして似合いやすいショートも紹介していきました。ただあくまでもこれは私が美容師目線でこんな感じの方が似合うなとか、こんな感じはちょっとおすすめできないなっていうのを紹介していったので、もちろんスタイリッシュさを重視したいとか華やかさを重視したいだったり好きな髪型をしたいっていう意見も絶対にあると思います。なので今日紹介したことを参考程度にしつつ、取り入れられるところは取り入れていくと、より自分の理想と似合う髪型のバランスがいいショートヘアにすることができるんじゃないかなと思います。ショートヘアってやっぱりバッサリ切ることになる方もいると思いますし、一回切ると伸ばすまでに時間がかかりますよね。なので悩みに悩んでイメージチェンジを楽しんでいただけたらなと思います。ぜひ皆さん参考にしてみてください。また私の公式 LINE のお友達追加もお願いします。追加特典として期間限定で5つの限定動画と私が出版した書籍の一部を無料プレゼントしています。お友達追加方法は概要欄のリンクからか、もしくは固定コメントのリンクから追加することができます。この機会にぜひ LINE のお友達追加お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。